サロフは、ロシアのニジニノブゴロド州南端にある都市。ソビエト連邦時代以来の核兵器開発の中枢であり、閉鎖行政地域組織となっている。1946年から1991年までの間は、アルザマス16の名で呼ばれていた。人口は87,652人。州都ニジニノブゴロドからは南へ 200km。 アルザマスからは南へ 80km 以上の位置にある。町の大部分はニジニノブゴロド州内にあるが、一部は宗教を超えた南のモルドビア共和国にまたがっている。サロフ修道院サロフには二つの全く異なる側面がある。一つは宗教上の聖地という側面で古い歴史のある。 サロフ修道院を有しており、ロシア正教会の偉大な聖人の一人、サロフのかつに物聖セラフィムが深い森の中で修行生活を送った場所である。もう一つは、1940年代以来、ソビエト連邦が核兵器の研究、生産施設を集積させた軍事研究都市という側面である。森林での修行中、 熊に食べ物を与える聖セ,セラフィムサロフの歴史は12世紀から13世紀頃、モルドビン人の大きな集落があった時期に遡る。1298年には、タタール人がこの町を併合した。サロフという地名は、サロフカ川という小川のそばにあった、サロバ修道院に由来する。サロフカ川の水は、癒しの力があると昔から信じられていた。 1664年にテオドシウスという修道士が森に入り、以後数人の修道士が森での修行生活を送った。1705年には、地元の貴族がサロフカ川沿いの土地を修道士らに寄進し、1706年には最初の聖堂が建った。かつにモノサロフのセラフィムは1778年から1833年までサロフで生活した。 最初は、修道院で修行したが、晩年は一人、森の中に家を建てて隠遁し、訪れる巡礼者らに教えを説いた。1903年にセラフィムは、劣勢され、ロシア皇族がサロフに訪問した。20世紀初頭には、修道院に収められたサロフのセラフィムの普及体への、数形のため非常に多くの人々が巡礼に訪れ、9つの、 聖堂があり、修道院には320人の修道士がいた。1927年、修道院はソ連政府により閉鎖され、修道士の多くは追放、処刑された。修道院の建物は内務人民委員部の収容所となり、第二次世界大戦中は多連装ロケットランチャー BM-13 用のロケット弾の製造工場に転用された。 修道院の周辺にあった集落は1939年に死となっている。サロフ修道院の生信女終身大聖堂アルザマス16で開発された、史上最大の水爆ツァーリボンバの原寸大模型。 サロフの各兵器博物館でソ連は第二次世界大戦中の1943年から原子爆弾研究を進めアメリカでマンハッタン計画に従事していた科学者のセオドアン・ホールやクラウス・フックスらからも内部情報を得て開発を完成へと近づけたアメリカが原爆を使用したことを受けソ連も1946年4月に 原爆工場の建設を決定した。研究所と工場の場所は1945年末から選定が始まっており、深い森林地帯の奥にあり、なおかつ鉄道が通っていたため物資輸送にも便利なサロフがその場所に選ばれた。同年からドイツ軍の捕虜や NKVD から送られた強制労働者らにより研究所と工場の建設が行われた。 1947年2月には、サロフは、閉鎖地域とされ、モルドビア自治共和国の下から離され、一般の地図や資料からも、その存在を抹消された。サロフは以後、アルザマス16と呼ばれたが、アルザマスは北に 75km も離れており、これは西側に対し核兵器研究所、工場が、アルザマスの近郊にあると見せかけるための偽装であった。 研究所は1947年春に稼働を始めており、ソ連の核開発を司る第11設計局の本部が置かれた。冷戦後、1991年にアルザマス16には、クレムリョフという都市名が与えられたが、住民からのボリス・エリツィン大統領に対する要望により、1995年に元の名であるサロフへと再度改名された。 一方、1989年以来、アルザマスやニジニノブゴロドの聖職者らがサロフを訪れ、1991年8月には、モスクワ総主教アレクシー2世もサロフを訪問した。以後、研究所の書内にあった聖堂の移築や再開が進み、2006年には、聖、シノドが修道院の再建を決定した。 サロフ市街地とサロフ修道院の主脳サロフのセラフィムゆかりの荒野のいお第11設計局の後ろ身であるロシア核センター全ロシア実験物理学研究所は核兵器の開発、生産、備蓄、運用や物理学の基礎研究、応用研究を行う機関であり、サロフに本部や多数の研究所、工場を置いている。 RNFC ビニフは2万人以上を雇っており、うち9000人以上が科学者で、博士号取得者も多く科学アカデミー会員も研究に従事している。ソ連時代の核開発や核兵器の歴史を紹介する核兵器博物館も開設されている。ロシアのビニフとアメリカ合衆国のロスアラモス国立研究所は、冷戦後は協力関係にあり、サロフで、 各不拡散や安全保障などの共同研究を進めている。サロフへの交通手段は主に列車だが、途中で検察があり、サロフへの入域許可を持つ者だけがそのまま列車でサロフへ入れる。サロフには政府専用の小さな飛行場があり、一般の訪問者は虹にノブゴロドから列車、または自動車での入域となる。街は深い森の中にあり、 フェンスや検問所で囲まれ軍が警備を行っている。フェンスの中には外国人だけでなく、サロフ市民以外のロシア国民も入域許可なくしては入ることができない。外国人訪問者はパスポート、カメラ、携帯電話などを預けなければならないが、街の様子を隠し撮りすることのできたドキュメンタリー作家やジャーナリストもいる。ありがとうございます。